皆さんこんにちは、パドマです。先日の10周年イベントに来てくださった皆さん、来れなかったけどメッセージくださった皆さん、どうもありがとうございました。おかげさまですごく楽しいイベントになりました。今日はですね、せっかく10周年ということなので10年間を振り返ってみようかなと思います。あと素敵なプレゼントもね、いろいろいただいておりますので、その辺も少しずつ紹介していきたいなと思います。ではやらヴィーナー。まずはじめにベリーダンススタジオヘルガの落合由美先生にお世話していただきまして、2008年からフィットネスクラブのアスリエ所沢のベリーダンスクラスを担当させていただくことになりました。で、もう10年前なんですけど、このクラスからまだね、2人、続けてくださってまして、1人はですね、オリエンタルコンテンポラリーダンスのクラスで踊っていただいていて、もう1人は所沢の支部を今担当してもらっています。もう10年のね、ご縁になりますね。本当にありがたいです。2009年からはいろいろとベリーダンスクラスが担当させていただくクラスが増えていきまして、まず松戸のスタジオですとか、あとは成田、浅間台、久喜、鷺沼、横浜、綱島など、カルチャーとかフィットネスクラブなんかいろいろね、本当にたくさんのクラスを担当させていただいたりしてましたね。で、2012年から柏のフィットネスクラブも担当してるんですけど、そちらは今6年目になりますが、今でもね、続けているクラスでございます。2012年からパドマダンススクールを開設いたしました。最初は今の G スクエアの北千住クラスとお茶の水クラスでレッスンしてましたね。で、この頃にアラビア語講座ですかね、アラビア語の、歌詞の振り付けをしている、その歌詞を元に、アラビア語を学びながら歌いながら踊るっていうレッスンなんかもしてました。あとはメイクレッスンですとか、ミュージシャンとのコラボレッスンなんかもこの頃から、結構ね、行うようになってますね。2014年にはお茶の水クラスから高田の馬場に教室を移動しまして、今と同じスタイルですね、北千住と高田の馬場の2クラスでのレッスンの開催がスタートしました。2015年からは私のオリジナルのダンススタイル、オリエンタルコンテンポラリーダンスクラスをスタートし始めました。それまではジプシーダンスのクラスをやっていたんですけれども、そちらをちょっとね、変えまして、オリジナルのね、私のダンスの表現スタイルをみんなでやっていこうっていう、そういうクラスを開設しました。で、最初は1人からのスタートだったんですけど、今ね、5人もメンバーが増えまして、非常に賑やかにレッスンをしております。2017年には今お稽古事として私が習っている白拍子の神社奉納とか、あとは龍笛の奉納演奏なんかにも参加させていただきまして、日本の伝統的なそういう芸能のそういうものを披露する機会っていうのもいただくようになりました。そしてハンドメイドアートをやっている赤レンゲ絵巻というね、活動も開始いたしました。はい、そして2018年10月には私講師歴10年を迎えました。今まで本当にいろんな方と出会ったりとか、いろんな経験をさせていただいて、ダンスだけでなくて本当に総合的な表現っていうのを、自分の思い描く世界っていうのを表現できるようになってきたのかなっていうふうに思っています。一人ではできないことが生徒さんだったりとか、ミュージシャンの方の力を借りて、いろいろできるっていうのが本当に学んだ10年間かなと思います。で、このね、学んだ10年を生かして、これからもっとね、いろいろ表現できるようになっていきたいなっていうのが、これからの目標ですね。で、2022年にはパドマダンススクールの10周年が控えておりますので、その時はまた皆さんどうぞよろしくお願いします。
はい、ということで10年間振り返ってみましたが、本当に楽しく、なんていうんですかね、あんまりこう無理しすぎずに楽しく、本当に楽しんでやってこれたのは皆さんのおかげかなと思います。本当にありがとうございます。これからもよろしくお願いします。では今からですね、いただいたプレゼントを紹介していきたいと思います。お菓子いろいろいただいたんですけど、すいません、食べちゃいましたね。美味しくいただきました。どうもありがとうございます。はい、次にですね、毎週木曜日のレッスンで使わせていただいているスタジオ G スクエアさんですね、北千住のスタジオのオーナー夫妻さんと、毎年参加させていただいているダンスボックスという大きな発表会イベントなんですけど、そちらの主催者のお二人、ご夫婦2人からいただいた、素敵なものを紹介したいと思います。こちらのお皿、あとはお茶碗のセットです。これウェッジウッドなんですね。これ椿かな、オリエンタルな模様で、この青もすごい素敵ですね。この四角いお皿っていうのも持ってなかったのですごくね嬉しいですね。お刺身なんかこれ置きたいんですけどね。はい、食器すごい好きなんですけど、自分だとねなかなか買えないので本当に嬉しかったですね。大事に使いたいと思います。こちらですね、お茶もついてました。お茶も大好きですね。これもねグリーンティーと、あとは白いお花、ピンクのお花、何かをこうブレンドしたさっぱりしたお茶で、今飲みながら喋ってたんですけど、すごくねほんとさっぱりして美味しかったですね。こちらいただきました。でお茶碗ですね、どうもありがとうございました。いっぱいご飯食べたいと思います。はい、次にですね、こちらですね、しめ縄の飾りなんですが、朝で朝でねこう編んでくださってるんですね。朝とこれ稲ですかね。でここの引っ掛ける紐の部分も手で撚ってくださったそうで、こう編むのもね手で編んでくださったそうで、こちらですね、今習っている笛の先生が手作りで作ってくださったものです。これねなんかすごくナチュラルですごい素敵ですね。本当にね手で編んで手作りのものってねあったかいですよね。こちらね玄関にね私この石見神楽の小さなオロチを3匹ほど飾ってるんですけど、そちらと一緒に飾りたいと思います。後ほどね飾った映像動画、写真なんかも出していきたいと思います。どうもありがとうございます。はい、次に生徒さんたちからもらったプレゼントをご紹介したいと思います。まずこちらお花ですね。お花、花束、なかなかねもらう機会ないんで、やっぱもらうと嬉しいですね。このねいろんな色の赤系のね、赤とかピンクとか紫のお花がいっぱい入ってますが、これね何ですかね、これすごくね独特しくてね、かなり好みですね。はい、ねお花が部屋にパッとあるとすごく明るい気持ちになりますね。なんかね生命がいる感じがしますね。はい、どうもありがとうございます。次にこちらねすごいのをいただいちゃいました。これなんだかわかりますかね。これじゃーん、獅子のかつらです。わかりますかね、歌舞伎とかで頭ブンブン回すかつらです。こんなのいただいちゃいましたね。めっちゃ長いんですけど、ロングタイプだそうで、うわー長い。はい、私かぶるともう引きずります。これです。これすごいですね。これねずっと欲しくて、スズランテープで作ろうかなと思ってたんですけど、こんなねちゃんとねカツラいただいて、本当に生徒さんすごいですね。よく私のことをこうね分かってくださってるのはすごい嬉しかったですね。これ開けた時に嬉しすぎて、小躍りって本当にするんですね。小躍りしたシーンをどうぞ。
すごいね、嬉しかったんですよ。もうね、開けた時びっくりしましたね。新聞紙にね、包まれてたんですよ。新聞紙に包まれて、新聞ピリピリピリってね、こう破いたら、もう突然ね、これが見えましてね。いやー、嬉しかったですね。本当にありがとうございました。どうですか？似合いますか？似合いますか？これね、すごい大変です。これかなり大変です。長いです。これ長いんですけど、ね、歌舞伎のね、獅子の舞みたいにこう回せるかなと思ったんですけど、結構難しくて、なかなかやっぱ回らないですね。これはもう練習をして、いつかこれをつけて待ってみたいと思いますので、皆さんご期待ください。で、これにですね、カードがついたんですけど、これもまたね、もうなんかね、ふざけすぎと思いつつ、かなり嬉しかったんですけど、パッと開けると、ここにですね、はい、もうね、そのままですね、はい、こういう謎のコラージュをしてくれました。ありがとうございました。あさみさん、えみさん、かおりさん、デリちゃん、てんちゃん、ともこさん、ともみさん、のりちょ、はるみさん、まきさん、あらえさん、ゆうこさん、ゆめちゃん、よしこさん、皆さんありがとうございます。で、このカードですね、もう本当私の変な写真ばっかり、まあ、豆がいるんですけど、なんかすごい微妙な顔してるやつとか、あとなんか変な蜂のコスプレしてるのとか、剣のせて変な顔してるのとか、あとなんか変な形してるのとかね、こうちょっと若干悪意があるんじゃないかっていうね、写真をいっぱいコラージュしてくれました。どうもありがとうございました。はい、これ嬉しいですね。いや、本当にね、もういろいろいただきまして、皆さんありがとうございました。またね、これからもいろいろね、楽しいイベントとか、楽しいダンスとか、まあ、ハンドメイドなんかもいろいろやっていきながら、もう楽しく、みんなで楽しく生きていきたいと思いますので、まあ、皆さんよかったら、またこれからも応援よろしくお願いします。どうもありがとうございました。じゃあねー。はい、今年も残すところあとわずかになってきましたが、年末年始に私もいろいろ参加させていただくイベントたくさんありますので、もしよかったら遊びに来てください。ご案内だけさせていただきます。まず12月15日土曜日に2つあります。昼間に綾瀬の公園で、パドマダンススクールメンバーと踊ります。まあ、15分間ぐらい、3曲ぐらい踊ろうかなと思っております。その夜ですね、夜に蒲田ザガリートというね、MNB スタジオと同じ場所にあるスタジオなんですけど、こちらでベリーダンスのショーに、出演いたします。素敵なダンサー2人と一緒に踊りますので、もしよかったらこちらぜひ、これおすすめです。ぜひもう皆さん来てください。ちなみにこちらは予約が必要になるんですけど、予約の方はね、ホームページなんかにも出していきたいと思いますので、ぜひチェックしてみてください。で、こちらクリスマスの直前ですね、12月22から24日3日間、幕張メッセで、ハンドメイドフェス、今年初参加したいなと思います。国際展示場ではなく国際会議所になりますので、お間違いないようにお願いします。で、来年ですね、来年はザ・シルクロードといって、シルクロードカフェのライブに出演いたします。こちらもね、ぜひね、見ていただきたいものです。私含め5人のダンサーさんと、あとはミュージシャンの方のライブなんかもあります。で、最後こちら、マンハッタン沖縄ですね。こちら最近毎年出させていただいている、桜井真紀子先生の創作能で、唱名なんかをやりますので、もしよかったらこちらも遊びに来てください。ということで、いろいろね、ご案内いたしましたが、お時間あればぜひどれか会いに来ていただければ嬉しく思います。じゃあよろしくお願いします。良いお年を。